皆さん、こんにちは。今回は、間近回復率増強ポーション素材について解説してみたいと思います。間近回復率は、前回のヘルス回復率と同様に間近が自然回復する際の回復量の割合です。ヘルス回復率と同じように、非戦闘時に、1秒につき間近最大値の 3%、戦闘時は 0.99%、つまり約 1% ほど自動で回復する、というものです。前回のヘルス回復率アップといい、今回の間近回復率アップといい、ダンジョン探索時に飲んでおくと、自然治癒力が少しばかり上昇するので、ちょっとだけお役立ちではあるので、素材に余裕があったら残飯素材で作っておくのもありかと思います。では始めたいと思います。まずは、ドワーブン、オイルこと、ドワーフの機械油です。間近回復率増強の効果は、第3効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、ドワーブン遺跡でドワーブン、オートマトンを倒すと採取できます。どのようなオートマトンでも一定確率でドロップするので、クエストなどでドワーブン遺跡をクリアすれば、7個くらいは入手していると思います。オートマトン自体は、低レベルのものもいるので、レベル5くらいからドワーブン遺跡の探索はできますが、オートマトン派、毒や麻痺などの状態異常も通じない上に、魔法にも耐性があるので強く感じるので、レベル8くらいになってから探索したりする方が、無理のない難易度かと思います。また、ドワーフの機械油派、オブジェとしてもドワーブン系のダンジョンで配置されています。なので、ドワーブン遺跡を探索すれば、少なからず入手できるので、入手制覇普通くらいです。次は、ファイア、サルツこと、炎の炎鉱石です。間近回復率増強の効果は、第4効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、炎の精霊を倒すと採取できます。ですが、炎の精霊の生息数はそれほど多くないので、討伐によるドロップより、錬金ショップなどで購入するか、ダンジョンなどのオブジェとして配置されているものから入手する方が、多いと思います。なので、入手制覇かなり悪いです。そんな入手制の悪い素材ながら、鍛冶やクエストで、炎の炎鉱石を要求されることが多く、うかかつに錬金ポーションのために使うことができないのが辛いところです。次は、ガーリックこと、ニンニクです。間近回復率増強の効果は、第3効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、民家や宿屋のキッチンにぶら下がっているものから採取できます。ただ、民家や宿の持ち主との有効度がないと窃盗扱いになるので注意ですね。盗賊プレイヤー類派、特に窃盗に抵抗がなければ、誰も見ていなければ、そっといただいてしまうのもありかもしれません。各町のクエストをこなしていると、いつの間にか住民との有効度も上昇するので、冒険の中盤になると、いつの間にか宿や民家で窃盗扱いにならずに採取できるようになっているかもしれません。また、魔術師が潜むダンジョンや野党のアジトなどでもキッチン周りで採取できますが、全体的な入手制としては、普通といったところです。次は、ジャズベリー、グレープこと、ジャズベイ、ブドウです。ジャズベイ、ブドウの4つの効果は、敵の魔法耐性の低下、間近最大値の増強、間近回復率の増強、敵のヘルス最大値の低減、となり、間近回復率増強の効果は、第3効果となります。採取方法としては、ダークウォータークロッシングからカイネスグローブにかけての温泉地帯に多く見られます。素材の現地調査をしたところだと、ダークウォータークロッシングからカイネスグローブへの片道で20個くらい採取できたので、ベース汎用素材になりうると思います。また、ピンチの時に間近をダイレクトに回復できる間近回復ポーションの素材でもあるので、スカイリムのプレイで、序盤などをまったり風景などを楽しみながら冒険感を味わいたい人には、温泉地帯の徒歩移動などをおすすめします。次は、ムーン、シュガー。間近回復率増強の効果は、第4効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、錬金ショップやカジートキャラバンの商人から購入できます。
民家や野党のアジトといった室内にも配置されて入るものの、配置数はそれほど多くないので、店で購入するのが一番手っ取り早い入手法だと思います。店で購入できるものの、販売数はランダムであるのと、当然ながら、お金が必要なので、入手制としてはあまり良くないです。次は、サーモン、ローコと、イクラです。間近回復率増強の効果は、第4効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、川を遡っている鮭から採取できます。池や海に普通に泳いでいる鮭からハモットでもない限り、採取できません。初期の破壊魔法やシャウトで勝手にインベントリに入ってくれるやつですね。入手制としては、割と高低差のある川でないと、遡っている鮭入ないので、リバーウッド周辺や、ドラゴンブリッジからリーチ地方の川など、特定の場所に行く必要があるので、採取制は普通といったところです。また、金稼ぎ錬金の手段にも使われる素材なので、間近回復率増強に使う人は、稀かもしれません。次は、サルト、パイルコと、塩です。間近回復率増強の効果は、第4効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、基本的には食材としていろいろなレシピで用いられる素材ながら、樽や食料袋などのランダムルートから少量しか入手できないという、大量使用したいのに、それに対する入手性が良くない謎のアイテムです。ランダムルートでも多少採取できるものの、食材を売ってる商人や錬金ショップで購入する方が、入手量が多いと思います。なので、入手性は普通といったところです。次は、タップルートこと、シコンです。間近回復率増強の効果は、第3効果となります。こちらは、以前に解説した素材で、スプリガンを倒すと採取できます。冒険の序盤であると、比較的よくスプリガンと遭遇するクエストなどを受けるのですが、中盤以降はかなり減ってくるので、序盤はいつの間にかインベントリに溜まっているものの、錬金調合で使っていると、中盤以降は手元にないことが多いと思います。また、スプリガンの生息自体がそれほど多くないので、入手性は普通より悪い感じです。素材解説は以上となります。汎用素材としては、ベース派フィールドで大量採取が可能であるジャズベイ、ブドウ、二つ目の素材として入手性の良いもの派、ドワーブンの機械油といったところでしょうか。ニンニクや塩といった素材も第二素材としてありだとは思うのですが、食材としても使ってしまうので、調理が必要になってくるサバイバルモードでプレイしている人であると、錬金の方に回していられないかもしれません。また、ベース汎用素材のジャズベイも、間近回復ポーションの素材でもあるので、間近回復率アップのようなバフ効果のような扱いのポーションに使うよりは、戦闘中に間近が枯渇した際に役立つ、通常の間近回復ポーションに使った方がいいように思えます。それを言ってしまうと、元も子もないのですが、ここで、ポーション試作をしてみたいと思います。私の現在の錬金レベルとしては、錬金スキル80、取得パーク派、錬金術師ステージ4、錠剤、事前、毒物、となります。錬金スキルレベルによるポーション作成能力の上昇派、錬金レベル80なので、40% アップとなります。どこまで適用されているのか、ちょっと疑問ですが、エンチャ装備やモッド装備派着用していない状態です。結果としては、300秒間、つまり5分間、間近回復率が 63% 上昇する、というポーションができました。前回のヘルス回復率アップの調合結果とほぼ同じですね。次回あたりに扱うであろう、スタミナ回復率アップのポーションを作成した際にも、おそらく数値は同じものが算出されると思います。比較として、カジュアル錬金を想定した、錬金スキル25、取得パークなし、エンチャ装備なしのキャラで試作した結果は、300秒間、つまり5分間、間近回復率が 23% 上昇する、というポーションができました。間近派ヘルスほどには、致命的な生存性にはならないものの、
魔術師プレイでマジカが枯渇すると、もはやサンドバッグも同然となる場面もありますし、近接戦士系であっても、ヘルス回復ポーションが枯渇した際は、治癒魔法でヘルス回復する場面もあると思うので、ダンジョンなどに潜る際にはボス戦向けに3つ程度のマジカ回復率増強ポーションを持っていくといいかもしれません。また、何よりも、持っていくだけではダメで、ボス戦かな、と思ったら、グビッと言っておきましょう。今回は、ここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。